女が本物の朝霧かずさでちゅ。そのようでちゅ。それが見当たらないんでちゅ。ちゃんと保管していたのでちゅが、先ほどから探してもどこにもないんでちゅ。それは本社の方に送ったはずでちゅが。いえ、見習いメイドとしたはずでちゅ。申し訳ございまちん。私が強引に鈴木ちゃんを入れてしまったために。私はできれば二人とも助けたいでちゅ。あの子たちは出所不明といっても悪い子じゃありまちん。絶対に。
私の方にも。何かあったのか？そりゃ分かってたよ。いきなり来やがったからな。ドアの外のジョーちゃんもそうだろ。しかし、なんでまたアリスが来るんだ。カズサジョーちゃんの迎えか？なんだと？どういうことだ。で、ジョーちゃんたちを助けるのに俺は何をすればいい？そのために呼んだんだろう。わかった。バカい奴らに言っておく。じゃあ、急いで行ってくるぜ。どうにかしたいですね。
いや、二人ともまだだ。だが、アリスのメイドもまだ見つけてないみたいだ。そうかもしれねえ。いいのか？あんな対応して。まあそうだな。みたいだな。若い奴らには頑張って見つけるように言っておく。この時間に集合するように言ってあるから気をつけるように言っておくぜ。じゃあな、高広。おはようございます。はい、大丈夫でちゅかね。はい、
でもここの子たちはみんな人を傷つけることができないために D 級扱いされ流されてきていまちゅ。カンパニーのものではなかったでちゅが、多分カズサちゃんも。あの朝霧カズサというアリスは侮れまちぇんよ。そうでちょうか。朝霧カズサでちゅか。朝霧カズサは中庭にいまちよ。わかりました。カズサと朝霧でちゅね。お気をつけて。